ガリポリ、次行きますね。ガリポリは、ちょっとこの上の段の、この、プリントもの。これは、ウェブの限定色でやってるものを今日手にさせてもらってます。で、これはレジウノですね。レジウノの、これめっちゃ良くないですか？これね、リネン100なんです。朝100のこういうプリントシャツです。これが、レジウノの生地ですね。レジウノですね。レジウノ社のプリントですね。はい。こんな感じです。この辺ちょっとまたね、インスタグラムとかでも、インスタライブで紹介させてもらいますけど、これが、ボッティネリっていう、今年、ガリポリラインで初めて使うブランドですかね。ボッティネリって、これもイタリアのプリントメーカーなんですけど。コモの会社ですよね、イタリアのね。コモって言ったら、まあ、イタリアの、ネクタイとかプリントの産地ですよね、うんうん、これもいいのですよね。この大胆な柄ってちょっと今までいなかったから、うん、いいと思いますね。かっこいい。これガリポリっぽいですよね。こういう夏のガリポリっぽい色柄で、これもレジウノですけど、これねジャージです。そう、実はジャージなんですよ。これめちゃくちゃいいですよ。これジャージのめちゃくちゃ伸びるジャージ。これこそさっきのそんなんとかいつもと合わせてもらった。両方ジャージです。ジャージのこういう着こなしができる。はい、これもやってます。この辺ちょっとまた詳しく、インスタライブとかでもさせてもらいますけど。はい、で、あとですね、ちょっと盛りだくさんで、あれなんですけども、今治パールですね。パールを結構今回、はい、実はこれだけで、本当は1時間ぐらい喋りたいんですけど、ちょっと今日時間をおっしゃってるので。パイルのこの開発するまで結構この素材苦労して。そう、これは社長しか分かんない、はい、裏話が。この素材が3年目かな。3年目ですかね。3年目ですよね。はい、今治のね、まあ、元々タオル屋さんですよね。今治のと協業で作った、まあ、シャツ用の素材なんですけど、まあ、それが、まあ、去年あたりがすごくこうお客様に浸透してきて、はい、評価いただいているのをのちょっと新しい版ですね。で、今年は今までバックパイルだったのを今度両面パイルにしました。で、なおかつちょっとこう、わかるかな、ちょっとあやめのこう、あやがこう柄が斜めのね、タイプですね。ちょっと暗いかな、こっちからとか。うん、そうそうそう、表情がすごいある。今年の新しいパイルの素材です。両面パイルです。両面パイルで、胸石使ってますんで、胸石って寄ってないんですよね。だからすごく肌触りが、今まで以上に肌触りがいいっていう、もう最高に気持ちいいです。はい、あ、加工があんまりされてない、寄ってないんですよ、寄ってない。だからまあちょっと甘くて、まあ正直物性の問題は若干リスクあるんですけど、うん、でもただそれ以上にやっぱり気持ちいいっていうかね、肌触りが、ね、はい、すごい柔らかい。今までの去年のモデルよりもっと肌触りが良くなってますっていうのが今年初めてやる。これほんまにパイル、あ、パイルじゃない、タオルですね。ほんとにタオル着てるみたいな感じで、これが、このオーソドックスな、カッタウェイのシャツのタイプと、あとカプリ。昨年からこのカプリのこのアイテムがすごく、ね、好評ですよね。サファリーでも取り入れてもらったりして、 すごく好評がいいです。で、今回ちょっとデザインを変えたんですかね、カプリの。で、カプリの、ちょっと細かいところなんですけど、今までこれ、台襟なかったんですね。なんで、襟がちょっとこう、ペタッと、のしいかみたいな、イカの襟みたいになるっていうのがちょっとあったんで、今年からちょっと台襟をつけて、襟がもう少ししっかり、こう、襟越しが立つようになるのと、で、ちょっと胸今ちょっと空きすぎやで、ちょっとやらしいでっていうのが僕の友達も結構言われましてこんな空いてるのちょっと料金はっていうのがあったんで、ちょっとまあ着用するときに市場内程度にちょっと浅めに今年はしました。で、ちょっと台襟をつけて、ちょっと大人っぽい仕上げたのが今年のモデルですね。バンドカラーのこういう、シンプルなタイプのこれ3カットですね。なので、うん、この辺はもう完全にジェンダーレス曲なんで、ぜひちょっと女性の、ね、方にもちょっとお伝えしていただけたらなって思う。女子も行けますか？全然バッと着ていただく。すごい可愛いと思います。可愛いですよね、この辺ね。めっちゃ可愛いと思います。で、これが、こちらの普通のノーマルなシャツのタイプが120663で1万
2000円ですね、こちらが。これがこのホワイトとあとネイビー2色展開です。で、あとこちらのバンドカラーですね、バンドカラーの方が120664、これも白とネイビーの2色展開、これも1万2000円です。で、あとこちらのカプリ、カプリが120677、これも1万2000円の2色展開ですね。で、まだ実は隠し玉がありまして、今日ちょっと間に合わなかったんですけど、これこの柄の感じ、あの素材感でプリントがいいよねみたいな、ちょっと面白い品物があって、で、まあ、できてきた生地をもう一回ちょっと加工屋さん、プリントの日本の加工屋さんに出して、これにちょっとプリントのしたのを試してみたんです。ちょっと今日お見せしたかったんですけど、ちょっと間に合わなかったんですけど、プリント柄ですか、はい、この上にちょっとリーフ柄のちょっと3色のプリントと、まあ、夏のちょっとリゾートスタイルの提案でちょっとやってみます。ポロシャツも展開してほしいとおっしゃってます。ポロシャツか、そうですね、一番のこの素材ネックで、やっぱりこのパイルの綿100の素材なんで伸びないんですよね。あ、ポロシャツだとやっぱりこう被るので伸びないとすごく着にくいじゃないですか。あ、なんで今そのパイルのメーカーさんと開発、次の開発してるんだったら、これであの伸びる素材を開発、うん、まあ、いろいろちょっとプロトでテストはやったんですけど、やっぱりちょっと厚くなりすぎたりとか、ちょっとなかなか製品ができるまでちょっとこの夏まで至ってないんですけど、まあ、それが多分次のシーズンはなんとかそこを解決して、まあ、このパイルの良さを残しながら今度はこれにさらに伸びるっていうのをね、次のちょっと企画で今企画中ですんで、それができると今度ポロシャツとかもっとこの肩のバリエーションが今後広げていけるかな。 T シャツとかもできる。そうですね、 T シャツもだから今やりたいんですよ、できないんですよ、この首が伸びないんで、はい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 、ストレッチ性が、うん、なるほど。だこれ開発したあの記事の担当の人多分見てくれてると思うんですけど聞いといてくださいね皆さんの声です。期待してますねこれでもプリントのファイルも楽しみですね、はい、ちょっとまたそれ上がりましたらまたあの皆さんに紹介しますので、はい、あと、いきますね。次、こちらですね。これ、梅ちゃんの出番やな、これ。どうぞ。梅ちゃん、紹介してください、これ。はい。梅ちゃん。急ですね。もう、だって今日このためになってみたんです。あ、そうですね。半分、ちょっとね。これ、ちょっと僕が、まあ、ちょっと考えた、この朝シャツに、こう、プリントを載せてる柄ですね。ちょっと、総柄で、こう、前と、後ろで、で同色のプリントで、まあ、ちょっと大人っぽい落ち着いた感じのプリントにしております。で落ち着いた感じのプリントにしております。ちょっと急すぎるんですよ梅ちゃんってね、あのデザインできるんですよ、皆さんびっくりでしょ。あのモード学園の、ね、出てるの。そうですね、そう、これ企画、これ梅ちゃんが上げてくれて、これ朝百のシャツにこういうプリント柄をこう施して、これ同色のね。そうですね、これめっちゃ上品やと思うんですけど、これ梅ちゃん売れそうよ、このシャツ。ぜひご検討お願いします。これ可愛いでしょ、これ朝百にプリント柄がこう入ってるシャツです。はいはい、これなかったっけな調べてみたいと思います。ちょっと後で言いますね。ごめんなさい。で、あと、こちらが、うちがちょっとね、ずっと定番でやってるあの刺繍シャツですよね。刺繍シャツの、新柄をちょっとやってまして、はい。これ、エンブロイダリーシャツです。またですよね、これね。これ同色の、これまた今回の刺繍をやってまして、これ二柄やってるんですけど、これまず一柄目はこういうちょっとあの五番の目みたいなところにこういういろんなこういう刺繍の模様が入ってる、そういうシャツになってます。で、柄は前身頃だけですね。そうですね、前だけで、まあ、着やすいかなと。あとはこうブロードになってるシャツですね。これが品番が120661の、これが白とあとネイビーやってまして、これが1枚ですね、1枚になってます。これもあの高松の自社工場でやってます。はい、高松の自社工場で貝ボタン使ってます。ガリポリですので、はい、こんな感じでございます。
これとあともう一柄ですね。こちら。これがあのストライプ、マルチストライプっていうかいろんな柄のねストライプが入ってる感じの。これも前身頃だけですけども。これは黒、ごめんなさい、さっきが白とネイビーやったのが、これが白と黒ですよね。うん、の2色展開ですね。はい、で品番が120662の、これ価格が1万円ですね。1万円、はい。はい。すいません。で、さっき、もういたら、はい、分かったかな。ごめんなさい。こちらですね。はい、これが120665。で、お値段が1万円になってます。梅ちゃん作になります。梅ちゃん作、はい。これでもかっこいいよ。めっちゃかっこいいと思う。ありがとうございます。良品ですよね。はい、皆さんすいません、長い時間オーバーだな。今30分ぐらい経ちました。まだもうあれから15分経ってます。30分経って45分。あ、まだそんなもんですか、うん、え、30分経った後の後半45分。あ、そうなんや。すいません、ちょっとだいぶ押してしまいました。ありがとうございます。ちょっともうだから今10時回っちゃってますよね。すいません、遅くまで、うん、ありがとうございます。皆さん見ていただきまして、みんな褒めてくださってます。うわー、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと梅さん途中でだいぶ寝てたけどね。ほとんどちょっと僕今回東京帰ってますから、ちょっとかなり残念。ちょっと喋ろうと思ってます。喋ろうと思ってます。案外出たがりやん。案外出たがりとかあるもん。でちょっとあのもともとちょっとただあの2回目あのちょっと出るのクビになりまして、撮影担当だったんですけど、とうとう撮影担当のクビに今回なってしまいまして。なあ、お姉ちゃんなあ。努力します。努力します。でも今日はちょっと多彩なところを見せれて、いや今後ちょっと社長もいろいろ、いや今日初めてちょっと緊張して何喋ろうかなと思ってたけど、なんか、まあ、こんな感じでよかったらどんどん僕ちょっと商品紹介させていただけたらと思うんで、はい、社長何歳でしたっけ。ね、僕が昭和42年で54ですね。54歳、はい、でゴルフですよね。はい、ゴルフ。なんか今度ファッションとかゴルフとか通じてね、なんか友達いっぱいできて、なんかみんなで楽しくできたらなと思ってますので。はい、フルマラソンも出たこと。あ、そうです、そうです。52歳で、フルマラソンやりまして、サブ4の4時間切りっていうのを挑戦して、1年目は失敗したんですけど、2年目で3時間49分っていうのを達成して、それでもやめました。今も走ってるんですか。今も毎日10キロ走ってますね。毎日10キロです。10キロ。年間3000キロ。3000キロ。やってます。はい、Gステージをいつも作ってる今日は。したので皆さんありがとうございます。ちょっと遅くまですみません。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでちょっとまたね、次の SS もたくさん面白い商品やってますので、今日ねご紹介できなかった商品とかもありますので、またそれは随時またご紹介していきますので、はい。ですので、まあ今日途中でお話ありましたけど、こういうショーリーミングのねサービスも、ショールーミングのサービスも本気始めますので、そちらもご利用いただけましたらと思いますので、はい、ありがとうございます。じゃあ誰でしたっけ。ありがとうございます。では今日はこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。